僕キリショーに答えさせたいこと、僕ばっか聞いてるんで、ガクトさんからも質問がありましたら、お答えさせていただこうかなと。キリショーに質問、はい、答えてくれるぞ絶対。もちろん、はい、もちろん。そう。はい。本当に。じゃあ、ぶっちゃけでいいからさ。ぶっちゃけ。ぶっちゃけはどうすんでんの？それ以外ですって。それ以外ですって。東京だろ？東京、ちょっとあれ、絞り込む感じですか？絞り込むだやめてくださいよ。いやーもうさ、ファンの子たちにさ、なんかしてやれるサービスないかなって。サービスじゃないです。そうです。ファンの方はそれ望んでるんですかそれ。いや、多分望んでるんじゃない？まあ、行くか行かないかは、それはファンの子たち任せだけどさ。それはわかんないけどさ。なるほど。じゃあファンの子がこの辺住んでるってなったら、その辺行ってワクワクドキドキできるっていうプレゼントですね、ファンの子に。そうドキドキプレゼント。そうそう。それだけはちょっと。じゃあ、どっち系？東京駅系？それとも渋谷駅系？ちょっと待ってください。絞り込むのやめてくださいよ、お母さん。いやだってさ、東京に来たら地方の子たちがさ、東京駅について喜べるか、それとも渋谷に来て喜べるか全然違うぞ。なるほど。それか、地方遠征組のことを考えて、ドキドキプレゼントなわけですね、ガクトさん。東京か、渋谷駅か、品川か、それとも、池袋か。ああ、もう大体の主要スポットを押さえてらっしゃる。あとは田端ぐらいしか残ってねえや。ちょっと、いや、ちょっと、本当に、住所の件ではちょっと痛い目を見たんで。住所じゃないじゃん。駅じゃん。駅って。駅。いや、もう東京といったらもうどこだって駅があるで有名な街じゃないですか。ガクトさん。今度何なんですかね。さっき言った言葉もう濁すんだ、お前。だって何でも答えるって、お前さっき言ったばっかじゃん。何でも答えてくれるって言ってる時からもう顔に住所って書いてましたもん。絶対それだろうなって、にじみ出てましたから。誕生日なのにな、7月4日、もうすぐ誕生日、なんで僕がその住所の暴露をプレゼントするんですか。男らしくねえな、俺。